2011年の、東日本大震災の、少し前からですね、ダイヤモンドが非常に放射線に対して強いというところを使って、まあ、原子力発電所で使えるような半導体をダイヤモンドで作るっていう研究を、始めようと、そういうことをやっているところで震災が起こってしまって、ダイヤモンドであれば そういうああいう事故が起こっても、なんて言うんでしょうか、中身が全然分かんない状態じゃなくすることができるっていうことで、まあ、国家プロジェクトに採択して、それでまあ皆さんと協力して今に至っていると、そんな感じでございます。当時は、本当に自分でダイヤを作り始めたのは2005年ぐらいからだったんですけど、まあ、その当時は原子力分野とか核融合とかそういうところで本当にダイヤを作ろうっていうのは私しか、おりませんで、本当にダイヤモンドの質を、まあ、極限まで上げないと目標を達成できないっていう、まあ、非常にある意味材料を作る意味では、まあ、理想のダイヤモンドを作らなくちゃいけないって仕事だったんで、まあ、そこは本当に学生さんたちと一緒になってですね、本当に頑張ってやりましたね。当時はですね、だいたいダイヤモンドといってもだいたい1ミリ角とか2ミリ角とか、まあ、そういったものの小さい破片をですね使ってました。もう1個でもいい性能が出たらそれでも成功っていう状態だったんですけれども、でそれをちゃんと社会実装していくっていう話になる と、まあ、たまたまできた1個では役には立たないので、それをその毎回毎回同じようにできるように作れるように研究開発をしているっていう状態ですね。で常に新しい発想を地形に沿って生み出す金子先生と、まあ、常にそれを技術力で具現化していく梅沢さんと、そのお二人の素晴らしい研究というのを私が世間に広めて認知を獲得することで、まあ、いずれ商品化することを念頭に現在会社を運営しています。今ですけども、我が国で課題となっている廃炉問題というものを技術によって解決し、それによって生み出された新しい技術というのを社会実装するのが私たちの目標となっています。ここは北海道大学内にある金子准教授の研究室。ここで将来当たり前のように搭載されるかもしれない半導体の基板となるダイヤモンドが製造されているという。こんな、これもう割れちゃってるんですけど、こういう、これがダイヤですね。でこれをあそこの中に入れてこの上に積んでいくんですよ。基板を何個入れるかっていうのは結構重要で、生産になったらそんな大学でやってみたいなちまちましたことやってられなくなるんで、だからもうどうやって今量を作るかっていうことをやり始めて、そんな感じですね。はい、今福島に関して国が、イノベーションコースト構想って言って、国がだいぶいろいろな補助を入れてくれて、それでそれを使ってあそこに産業を作る。で我々それを、まあ、使わせていただいて、大熊町福島県に、まあ、ある意味根を生やそうとしていると、そういう形です。